マリーゴールド、キクカコウオ相属のうち、草花として栽培される植物の総称。また、花の色や形がよく似ていて、歯にトマトのヘタのような青臭い匂い,いのある金銭花を刺すことがある。イわ聖母、マリアの黄金の花。この項では、コウオ相属について説明する。エトルリアの神ターゲスの名前から、アメリカ大陸の熱帯と温帯にかけて、 約50種が分布する。園芸種として栽培されるものには、フレンチやアフリカンを関するものがあるが、すべてメキシコ原産で、フランスやアフリカとは無縁である。一年草が多いが、一多年草や赤ん木もある。茎は高さ30から120センチメートル、葉は濃い黄緑色、羽状服用が耐性する。前草に特有の周期があるものが多い。四から十月にかけて、 茎に継続的に新たなつぼみが発生し、直径2から5センチメートルぐらいの鮮やかな木、大々、暗赤色などの美しい花が咲く。咲いた花は1から2週間でしおれ、自然落下するが、一株の複数の茎に発生しているつぼみが次々に開花し、一株としては4から10月まで花が咲き続ける。10月以後、茎や葉が枯れる株があり、11月になると、 種の寿命限界ですべての株分かれる。近年改良された千獣菊の一大広配種では、家計が15センチメートルに達するものもある。干渉目的の栽培が普通であるが、根に千中の防除効果があるのでコンパニオンプランツとして、作物の間などに植えられることもある。千中の防除効果は、植物自身の合成するアルファーターシーニルを、 はじめとした、化合物によるものとの説が有力だが、強制する線虫捕食菌の働きのためだという説も、浮上している。異臭が激しく、有毒植物と誤解されていた時期もある。ジョン・ジェラードは、花を噛んだ少年の唇が炎症を起こした、猫に与えたところ、猫が死んでしまった、などの話を伝えている。ウィリアム・ハンベリーも匂いが不快であると言及し、ジョン・パー・キンソンは、 花の色など見た目の美しさがなかったら庭に植えられることはなかっただろうと推測している。嫉妬の象徴とみなされることもある。和名のセントマンは大きさではなく開花期の長さなので、ティーエレクタの方をマンジュギクにするのは誤りである。また、すべて原産地はメキシコで、フランスやアフリカ大陸には自生していない。導入の過程で誤病により命名されたものと考えられる。 アフリカンマリーゴールドは16世紀初頭にスペインに輸入されヨーロッパに帰化した。フレンチマリーゴールドは最初パリの庭園に植えられ、そこからヨーロッパ全域に波及した。日本には江戸時代、寛永年間に到来した。学名のタゲテスはエトルリア人に戦術を伝授した神話の人物、ターゲスに由来する。なお、日本には自生していないが、 塩崎草が一部気化している。マリーゴールドは、キクカニ属す植物で、アルファターチエニールと呼ばれる成分を根から分泌する。この成分は、土壌有害線虫に毒性を示し、突き込まなくても、線虫防除効果が得られる。アフリカン種、アメリカン種、フレンチ種など分類学上異なった種があり、それぞれの種に多数の品種があるが、 アフリカン種の一部の種を除きほとんどの品種が、船中の長期間抑制効果を示す。この花の花びらから抽出された、キサントフィル脂肪酸エステル混合物に含まれる、ヘレニエンという色素は、アンジュ順脳改善薬の原料として用いられている。第二次世界大戦中に、イギリス軍が、ブルーベリーのおかげで目が良くなったという嘘の宣伝を、流し、これを信じた。 ドイツのバイエル社がブルーベリーを上回る効果を持つものを探したところ、マリーゴールドの花びらから抽出した脂肪酸エステル混合物に高い効果があることを発見し、ヘレニエンを有効成分とするアン安ノ能改善薬、アダプチノールが作られた。この薬は現在でも目の薬として使用されている。聖母、マリアの祭日に咲いていたため、マリア様の黄金の花とも呼ばれている。 メキシコでは死者の日の祝祭を彩る花として大量に栽培される。ありがとうございます。